チアカカラカチューブです。今回はまたセリアでスクイーズを買ってきたので、その紹介をしていきたいと思います。まあ、スクイーズ以外にも買ったものはあります。ではまずデルゾ系から紹介します。デルゾ系はこちらです。こちらの醜い恐竜くんというものを購入しました。こちらは、はい、青か緑どちらかの恐竜が入っているよということです。これ明らかになんか青っぽいですよね。で開けていきます。毎回ハサミで開けるっていう。はい、こちらです。また背景変わってるけどね。これ多分合うでしょ。なんか回っ、あ、なんか貼ってあるし。これでデルゾ系はね、2個目です。メルカリで購入したやつもあるか。はい。なんかも外した。あ、開いた。はい。はい、青です。え、なんか匂いするんだけど。紙粘土の、わ、なんか粘土の匂いがします。っていうのがついてた。で、これは何をするんだったっけ？あ、押すんか。こうやって、押すと目が飛び出る。かわいい。目ん玉が飛び出るのがね、ちょっと怖い。はい、こちらのデルゾ系。なんかこちらはあのシリコンみたい。ん？なんかね、皮がね、なんかちょっとだけここら辺が薄くて、ここが分厚い、硬いし。はい、そういう感じのデルゾ系。怖いですね、これ結構。中に入れとこう。あれ。今日これじゃない、あった。あ。よいしょ。はい、次は。ちょっと。取り出せ。取り出した。こちらはじゃない。次はこちら。不思議なキラキラジェルというものを買ってきました。はい、今回は2つ購入しましたが、私が見た時はね、あと緑がありました。私が購入したのはオレンジと黄色です。はい、ちょっとね、あの、どちらともね、ちょっと触りたくありません。開けるだけ一応開けてみます。どっちにしよう。まずオレンジから開けよう。不思議なクリアジェルと変わらない気がする。ラメ入ってない以外は。はい、こちらです。とてもキラキラです。開けます。うわ、私目つぶります。ちょっと、うわ、めっちゃひっついてるんですけど。え、待って、うわ、めっちゃひっついてる。
これなんか気持ち悪い、こういう感じ。はい、ちょっとこちらもう出ちゃう。閉まらない。ちょっと触ります。いやあんまり触りたくない。こちらもね、不思議なクリアジェルと同じ感じの触り心地。え、そうかな。よいしょ。まずこちら、ちょっとめっちゃ透明感ないんですけど、まあこういう感じの触り心地、こういう感じの触り心地で、ちょっと触ります。で、コツはまあ似たようなものですね。ちょっとあんまり触らないからわかんないけど、やだ、よいしょ。めっちゃ透明感、太陽みたいです。はい、こちらを2個購入しました。不思議なクレヨン邪魔。はい、次はなんか木を買ってきました。なんかこういうものを入れるね。それがね、こちらの木入らない、なんか画面に動いちゃう。まあ、こういう感じのものです。はい、これはね、こういう系をこうやって入れるように買いました。こうやって、はい、そのこちらの木を1個、2個、画面に入らないかも、2個、そして3個、この3つを買ってきました。画面に入ってない。こちらパーテーションボックス。わ、動いた。もう全部が見えなくなっちゃって、まあ、こういう感じのものです。ちょっとね、このここがね、2つずれてるんですけど、まあ、おしゃれということでね、これはよしと2人で決めてます。え、こういう感じでずれてます。はい、こういう感じのを3つセリアで購入してきました。こちら100円なんです。すごいですね。画面に入らないよ、どうしよう。邪魔だな、これ関係ないけど。シナモンちょっと隠れるけどごめんね。あ、ギリギリ入るか。はい、ということでシリアで購入した 1,2,3,4,5,6 個の購入したスクイーズとスライムと、このボックスを買ってきました。はい、とてもね、お気に入りです。なんかこれもね、透明感があるし。はい、ぜひ皆さんも買ってみてはいかがでしょうか。では、これでココロコチューブを終わります。また見てくださいね。バイバーイ。